は遅くなるから戸締まりをきちんとするんだよ、明美。わかってるわ。あら、吉本さん、おはようございます。おはようござい。こんな時間にまだジャージなんか着て、君は本当に薄気味悪いやつだな。誠司さん、お隣さんにそんなこと言わないでください。あの、主人が失礼しました。いえ。いいか、明美に変な真似するなよ。すみません、うちの人が。後でたっぷりお詫びしますから。ご主人様。はい、今朝はうちの人が失礼しましたので。ご主人様のペニス、明美の口まんこに挿入してください。